どうも、占い師のゲッターズです。アシスタントの奥満です。さあ、本日は東京都の20代前半女性、かとまいさんでございます。はい、ありがとうございます。4年ぶりくらいに再会した彼、再会しますね、みんな。もともと幼稚園の頃仲良くて、それから遊ぶことはなくなったけど SN 上でつながっていました。久しぶりに2人で飲みに行ったのに、なぜか緊張が解け安心感のある空間でした。お酒の弱い私への気遣いも素敵で、その後友達と合流し4人でカラオケ、酔いもあって周りみんなの距離も近くなり楽しく終わりました。その日からなぜかみーくん、急にみーくんって出てきたけどその男の子ですかね、なぜかみーくんが気になって仕方ありません。それから1ヶ月連絡を取ることはあっても会ってはいないです。みーくんのお母さんとは個人的にご飯に行ったりするものの、本人とはお母さんと、まああれですね、幼稚園の頃の地元の仲間なんですか、ね、彼の好みのタイプとはかけ離れていますが、今後どのようにしたらいいですか。できることならお付き合いまで長い時間をかけてもいいので、叶ったらなと思っています。いや、お母さん行っちゃうと逆に難しいでしょう。あ、まあでもそうですよね、でも幼稚園の頃だったら、で地元だったら、まあでもかなり近い範囲で ね、奥万くんちと俺んちより近いってことだよね。はいはいはい、幼稚園の町内とかそういう、あ、どうでしょうか。あ、彼と、あ、時間かかってもいいです、先生、時間かかってもいいんですよ。かとまいさんとこの彼を見まして、はい、みーくんを見ました。みーくん、相性からで言うと相性かなりいいんですよ。お、え、じゃあなんでそんな難しくはないんですが、かとまいさんがまだもろ裏運気でして、いるか、羅針盤です。羅針盤、今年気になる人って裏で気になってるから本来興味ないのね。そっかそっかそっか、裏気だから。そうで、彼が自分が好きでいたいっていうの入ってるのと選ぶっていう星を持ってるので、1ヶ月会ってないでしょ。興味あったらもうすでに連絡があって会おうとしてくれてるはずだ、ね、連絡を取ることはあっても、でも連絡は取ってるんですよ。どういう連絡？トゥ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 モールス信号よく出てきたよ、俺もよかった。あぶねえよ、もう引き出しを、なんだっけこれ、あ、モールス信号だ、あぶねえっていう連絡もしくはこう伝えてるもう20、いや、そっち先にやってくださいよ、電車箱ね別にこう、あの、どういう連絡、連想クイズじゃねえですから、どういう連絡、いろいろですよ、連絡も確かにこっちから連絡してることなんですかね。だからハト帰ってこない、ハト帰ってこないですけど、あ、ハト来ないなみたいな、あのハトどうしたんだろうみたいな、カラスにやられたのかなっていう、近所だから、近所ですからね、後で。まあ男は毎回言いますけど、分かりやすいです。好きだったら会おうと、好きなかったら会おうとしない。一回盛り上がった流れで連絡は取ってるけど、会おうとしないってことは興味がまずないってことです。でこの人興味があったら積極的なの星1個持ってるんでいいんですけども、1個ミークいいのは超マザコンなのね。お、じゃあ、会ってんじゃないですか、みーくんのお母さんとは個人的にご飯に。お母さんが、この、かとまいめちゃくちゃいいじゃん。出た、よくないあの子、みたいに言ってたら、うまくいく可能性はあります。で、一応あれですよ、結婚する相性はいいです。うわぁ、マジか。ただ、難点は今、かとまいさんの運気の裏運気よ。でも、長い時間かかっていいんですよ。運気抜けてから、うまくいくのに2年かかります。長い時間かかっていいんだよ2年後2年後いけるなら2021年に、うまくいかなさんで、ここから長期戦になりますけど、じゃあいいんですよ、長い時間かけてもいいので。そう、あと片前おっぱい大きいかな、ん、巨乳じゃないとダメよ。みーくんおっぱい大好きだから、みーくんおっぱい大好きなの、貧乳だったらダメよ、貧乳貧乳、そうか、まあ、ダメよ、諦めてください。あ、でも今なんかカップが大きくなるやつがフェイスブックで通販で売ってたから、そうなんですか、なんか A カップだったのにこんななったみたいなのがめちゃくちゃ大きくおっぱいになってるやつが、そしたらこれはおっぱいはグラビアアイドルの誰々だみたいな、あと飯田さんこれやめてくださいみたいな、わかんないですけど飯田さんこれやめてください、俺がおっぱいさせない、それを解説するから、グラビアアイドルないねんおっぱい、これ違う偽物だみたいな、本当ですか、解説するのが面白くて、よくここだけでグラビアアイドル何々のおっぱいだってことが分かる、すごい、何なのこの人みたいなのが面白いななるほど、分かる、かとまいちょっと巨乳に、それかちょっとこう胸元開いた服か、あ、オフショルダーです、ね、こう寄せてずっと歩いてる、寄せてずっと歩いてるやつなんか寒いのかなと思っちゃうずっと寄せて歩く
もうおっぱい好きな人はそこにしか目が行きませんから。うん、頑張ってほしい。でも相性悪くないと彼が惚れたら動き始めるんで、うんうん、きっかけをな。お母さんが悪く言ったらもうこれまずいですよ。あ、なるほど。ハトマイマジ、あんな子絶対ダメだったらもうアウトです。でも大丈夫ですよね。個人的にご飯行ってんすから。いやでもいいと言ってないかもしれないじゃん。だから、だからこの合わないかもしれない。でもな、あ、でも個人的にご飯行ってて、いやいいからお母さんも一緒に行くわけでしょ。嫌なやつそんな何回も飯食います？何回も言ってると言ってないでしょ。この人多分1回ぐらいなんですよ。そっか、何度も何度も言ったら住んでんじゃんだとしたら。そっかそっかそっか、そうですね。なるほど。お母さんからの遠隔操作がいいので、うん、これはいいこと。お母さんがいいんじゃないって褒めてくれるような子になって、なんか言葉がうちの娘になったらいいのにみたいな、やだお母さんなっちゃいますみたいな。ああ、いい、もうちょっと寄せながらね、いいに言っとくよって。ああ、いいじゃないですか。家帰って見えましたね、完全に。あ、これが出身期で若すぎると、うん、あの子いいのにとら、うん、うぜばばみたいな、うん、やだってなるけど、結構年齢的に年いってくるとだんだん聞き入れますから、男は。ぜひ頑張ってください。以上、ゲットです。おくまでした。